こんばんは、ひづきチャンネルへようこそ。ということで、今日は喋りたいなと思うんですけれども、ちょっと今日はね、昔使ってた、ウェブカメラを持ち出してきて、ちょっと撮ってます。結構ね、動画の取り込みとかでね、接続が悪くてね、ちょっと止まってしまったりトラブルがあったんで、最近全然使ってなかったんですけど、まあちょっと、いけるかなと思って引っ張り出してきました。まあ深い意味はないんですけどね。このカメラね、ちょっと画質は悪いんですけどね、その分ちょっと、もやっと電球色な感じで撮れるんで、ちょっとそっちのがね、雰囲気的には好きなんでね、ずっと使ってたんですけど、ちょっとトラブル続きだったんでね、カメラで、カメラね、スチールカメラで、撮った録画のやつをね、最近よく使ってました。はい。まあ、皆さんのお好みはどちらでしょうかっていうことなんですけども。まあ、今日はね、何を喋ろうかと思うと、まあ、この電脳幻想会、これは来週、再来週なんですけど、その前にね、来週、プラチナ食堂でライブがあります。もう何度か告知はしてるんですけどね、プラチナ食堂で、プラチナ食堂9周年ということでね、イベントに出させてもらいます。イベントの方なんですけどね、4月1日、4月2日、それで、次の土曜日の4月8日ということで、3日間、行われるイベントなんですけどね。8日は南都奏楽団で出ます。で、1日とかね、2日は、電脳幻想会でおなじみの、菅井さんとか、まさちゃんとかね、バードヘッドとかいろいろ出てましたけどね。ちょっと出てたのね、見てみると。まあ、1日は弾き語り系の人ばっかりだと思うんですけどね。まさちゃんと、奥さんの、ユニットが出てました。飼い主と黒い子ということでね、出てました。で、4月2日はね、ジョータくん出てたみたいですね。ジョータくんと、エチュバリアも出てましたね。それでザ・バードヘッド出てたということで、まあ、なかなかこの日も濃いんじゃないでしょうか。濃かったんではないでしょうか。ちょっと4月2日はね、ベータ行ってましたんで、見に行きたかったんですけどね。俺は行けなかったんですけど。菅井さんのね、ライブレポート上がってましたから、ちょっとその辺見てね、盛り上がってるなっていうのはね、思ってたんですけども。ほんで、次が、4月8日、2次スタートです。2次スタート。めちゃくちゃたくさん出ますよ。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。10バンドです。10個も出ます。で、南都奏楽団はなんと鳥なので、一番最後です。8時頃からスタートということでね。ちょっとね、最初から見て最後まで10バンド見るっていうのはなかなかの体力がいりますから、ちょっと俺にはもう無理かなと思ってるんですけども。この日の出演ね、ジョータくん出ますね、ジョータくん。ジョータくん出るのと、あと、ケセジが出ますからね。ジョータくんとケセジと、なんと、奏楽団、出ますんで、プラチナおなじみの、電脳幻想会おなじみの、3バンドが出ますんでね。ぜひ見てほしいなと思うんですけど、ちょっと出順だけ、皆さんにお伝えしておきましょうか。出順がね、4月8日、ジョータくん1番目です。2次スタートでね、ジョータくんからスタートとなりますね。やっぱりジョータくんね、俺のイメージでもね、こうトップバッターのイメージがあるんですけども、きっとそういうので、トップバッターなんかなと思うんですけどね。ほんで、ケセジが真ん中ですね。1、2、3、4、5、6、6番目。6番目です。ケセジは5時20分からスタートとなります。5時20分からスタートです。で、10個目の南都奏楽団が8時から、20時からということになってますね。ちょっとね、まあ、俺は自分のことも考えても、もうケセジあたりから行って、南都奏楽団までね、それでも5つありますからね、なかなかの強敵ですけども。まあ、お好きなところね、から見に来てもらいたいなと思うんですが、まあ、南都奏楽団最後なのでね、皆さん遅い目に来てくださいということで、もう 100% 俺たちを見に来いよっていう、そんな感じになってますけどね。はい、まあそういう形でね、4月8日は、ライブやりますので、ぜひ見に来てください。で、プラチナ食堂なんですけれども、
プラチナ食堂さんでやるんですけども、配信ありませんので、お間違いなく、日月チャンネルではやりません。まあ、動画撮ったやつね、また後であげるとは思うんですけども、生配信とかはありませんのでね、もちろんカメラの切り替えとかもないので、ぜひライブね、見に来てほしいなと思いますんで、よろしくお願いします。はい、ということで、4月8日、プラチナ食堂で待っております。それでは、バイバイ。